はい、こんにちは、ショートです。ポケットモンスターソードシールドのシングルランクマッチやっていきます。順位結構ね、いいとこからなんで、まあこれマッチング悪いからあと3試合かな、2000まで。やべえの来たな、やべえの来たな、これちょ、一番やばいの来たんだけどねえ、フェローチェがさ重すぎるよね、どう考えても。どうしよっかな。これ ランドロス多分突っ込んでくるタイプじゃないから、まあ、サンダーは絶対投げたいかな。スイ君考えても。サンダーはいてよくて、ウツロイドを考えるとバンギ投げなきゃいけないけど、まあでもガルドの形、ドヒドバンギサンダーが硬いかな、割と。で、相手のランドロスきついけど、まあ頑張る感じかな。うん、ザプドスドヒドバンギでいくか。これまあまあなんかきついポケモン結構いるからな。んかね、フェローチェがね、受け回しに出てくるやつ全員超前持ってんだよね。そう、やばいのが多いから、割とダイマ切って殴る感じでゲーム作んないときつい。ウツロイドから来た。ステロも毒ビシも全然困んないからいいんだけど、あ、ウツロイドからランドロスにバンギ投げてさ、相手ランドロス引いてくる場面でさ、マジでバンギ暇しちゃうから、やっぱステロ欲しいんだよな。だ、でも技が全部切れないから、まあ眠る、いや POD ので拾えてる何試合かを考えると眠る金のバカなんだよな。岩技と地震は絶対今の感じだと外せないから、欲を言えばレンチとかも欲しいしさ、身代わりから入ってる。まあ、助けは切っていいと思うけど、これおそらくあれだね。ヘドロだよね。こいつ、毒毒ないからね。それが弱いんだけど。まあ、これ6ブラでいい。まあ、引くにしても、突っ張にしても、一回突っ張んだ。必死。まあ、それは効かないわ、こっち。サンダーが関係ないのと、まあ、バンギー投げちゃうともらっちゃうんだけど、これ一発で割れないか、身代わり。2発いる。さすがに消える。できれば、もう2回ぐらい。おっ、映ると削れるのでかいね。あ、超いい。超いい。これ必死巻かれて、もう一回巻かれる分には。で、ここで出てくんのが、いや、これ多分ね、ランドロス突っ込んでくる方じゃないよ、さすがに。6ブラ連打でいいよね。引いて、ランドロスかな？あー、ランドロスだね。ディメテロスがきついけど、ウツロイドあんだけ削ったらサンダーで大魔切って良くなるから。あー、ここきつ。ただ、バンギ捨ててもいいんだけど、ダイジェットの、あれにされたくないんだよな。まあでもサンダー見てるから、ここ自信を押さないでしょ。ドヒド引きでいいと思うけど。で、いや、ここサン、ステロはまだいいんだよね。別に。で、毒ビシはサンダー引く前にできれば。あー、OK、一番安い。一番優しいやつ。で、毒ビシ拾えてるから、ここ、あれに引けるんだよね。バンギに引けるんだよね、次。何出てくる？で、トンボあるから多分あのランドロス、まあ、せいぜい眼風程度でしょ。サンダーへの打点って。ウツロイド出てきた。こっから特殊の駒を通されるのが、まあ、めんどくさいんだけど。で、電気技1回は耐えるし、ダイマこれ捨てていくんだったらバンギで切り返してぶっ飛ばせるから、まあ、フェローチェとスイ君がめんどくさいか。そうなると余裕あるわけじゃないけど、必死命がけで1回撒いていいかな。なあ、必死もう1回撒いてくる。なあ、こっちも必死撒くからね。うん、で、砂ターンもこれで微妙にケアできてるから、まあ、お互い回復するけど、いや、そのウツロイド多分さ、どこまでシーフンだろう。あんま振らないもんだと思うけどな。
で、ここで多分特殊の殴ってくる駒が、ウツロイド死にながら出てきて、バンギ引きを潰すと思うんだけど、こっちも毒菱巻いてるから、相手そんなに余裕あるわけじゃないからね。半分ぐらいじゃない？あ、オッケーオッケー。そんなもんだよね。焼けない？まあ、焼けなく、あー、でか急所。ヘドロの回復量合わせると、次のネットで落とせてたかわかんないから、ここの急所割と美味しいんだよな。こっから出てくんのが誰だと困る？フェローチだったらバンギの砂で削ってサンダーでラスト全員倒して締めれる。ブルルは毒でいける。スイ君も毒でいける。まあ、ギルガルドは型次第みたいな感じか。まあ、ネットでいいね、じゃあ。どうせランドロスに、ちょっと削れると役割ないから。3体目が、あ、ここランドロスなんだ。ウツロイドもっかい投げ直す感じかな？トンボから。ここにネット一回入れれたのも結構でかくて。ああ、耐久振ってるよな、やっぱめちゃくちゃ。焼けるのもでかい。いいね。これだと、地震だったとしても何だったとしても、で、ラストをサンダーで食える駒かどうかあんだよね。フェローチェの場合だけ、ここウツロイド投げ直して、必死回収なのは目に見えてる。ラストが、スイ君の場合、ブルルはそんなにビビんなくてもいいでしょ？フェローチェはまあ、誰かが一回動ければ、てかまあ、バンギの砂でタスキケアして、潰せるから、サンダーで。ダイマ切り合いは負けないよね、さすがに。そうなると、スイ君だけめんどくさい。だここでドヒド削られるのもまあめんどくさい。いやー、ドヒド削れていいか。必死もっかい巻こう。地震でもいいよ。地震、まあそんな入んないと思うけどね。あ、オッケーオッケーオッケー。パワー全然ねえな、こいつ。これで次、うつろ引きが来るけど。まあここ再生安定かな。ネットで焼けたらめちゃくちゃでけえな。ここ再生でいい。殴ってこい。引いて、ウツロイドでしょ？やばいの出てくる？ウツロイドはオッケー。ただ回復技ある分、こっちの方がこの打ち合い余裕あるのと、相手パワフルハーブじゃないからメテオ多分ないのも考えると、ここはそんなに警戒しなくていい感じだと思うけど、ここも必死でいいね。お互いダイマ残ってるから。ランドロス？スイクーン。来たね。一番めんどくさい駒が。まあ、十中八九、こいつが瞑想で、うにょうにょしてくるのは見えてるんだけど、どうしよっかな。毒菱入れたかったけどな、こいつに。ネットで焼くだけでも全然違ったけど。まあでも、こう、さすがに相手、身代わりからしか入んないよね。ネットで焼けんのが、割とめんどくさいから、瞑想から打ちたくないんじゃないかな。身代わりだよね。で、残飯。で、このスイ君吠えるないとさすがに弱いと思うから、まあ、守るを切ってるんじゃないかな、瞑想してくんだったら。そうだよね。まあ、レードがちょっとやばいけど。ちょ、レード一回は避けてくんない？消える。瞑想、はい。で、時間的にここ流せれば勝ちだから、ランドロス引きだったらジェットが誰かに通るわけでしょ？まあ、ウツロイド倒せるんだったら、ね、何ターンか使うから、ここ大サンダーでいいと思うけどね。突っ込んでる。これ、まあまあ入るんじゃない？で、スイ君、身代わり瞑想ネットを、まあ、あと一個あったとしても、レイドかエアスラか、ホエールのどれかだから。瞑想一回積んでても結構入るか、ね、そうだよね、オッケー。で、
もう一回。あ、レイビガール。これだとダイアイス食らってもまだ平気だから、ここジェット遅。まあ、ランドロス捨てとかじゃない。捨ててないなら古代サンダー打ちたかったけど倒せない。倒せないね。ちょっとまずい。いや、あー、これ急所痛い。かなり痛い。ただまあ身代わり残されちゃうと負けるから、ここは大サンダーでいいでしょ。あ、オッケー。スイ君取れるなら勝ちじゃないかな。ランドロスで大魔切っても雑魚だし、焼けてるから。でウツロイドの大魔はバンギで止めれるから、このスイ君ケア できた時点で勝ちじゃないかな。ウツロンゴー、サンダーを残すべきか残さなくてもいいかだけど、ここでダイマ切るならランドロス余裕だから、多分ここでダイマ切られるとサンダーでこいつ倒せないんだけど、まあ、どっちかになるっていう話だね。いけるよねこれぐらいだったら。あー、オッケーオッケーオッケー。で、ラストがランドロスだけど、まあ、トンボ返りあって、おそらく剣舞ないから、残した方がいいかな。残すんでも全然問題ないけど。まあ、降参じゃないかな、さすがに。オッケーだね。この勢いでマジ駆け上がるぞ、2000まで。はい。じゃあ、そのまま続けて2戦目やっていくんですけど、今60位ぐらいしか上がんなかったね。全然、全然レート持ってなかったでしょ、相手の人。まあでも、あと2勝、マッチング悪くなくてあと2勝か、1回悪いぐらいだったら、行くんじゃないかな。200位乗ればさすがに2000乗ってると思うけどね。200、まあ100位台行ったら確実だし。はい。悪いね、マッチング。まあまあ、全然悪い範囲じゃないけど、これぐらいだったら。ボルトロスがまあまあめんどくさくて、誰でも見れないからまあサンダー投げるか。で、サンダーいれば、だいぶ強いんだよね。あの、ラグラージ展開には。まあ、めんどくさいやらはいろいろあるけど。で、S バトミミッキ考えると、ドヒドがいないと無理か。まあ、ミミッキに積まれ続けるパターンはサンダーの台まで切り返せばいいでしょ。ってなると、ドヒドサンダーが確定で、まあ、ポリツーと、あれがめんどくさいけど。いや、ボルトロス早いのがだるいんだよな。バンギで初手から行って、舐めた行動させないようにするか。バンギ初手から入っとけば、まあ、ビルドから来るのを大ロックで咎めれるから、まあ、青4がそうなるときつくなって、ちゃうんだけど、まあドヒドの統治か絡めて最後対面でバンギで処理しできるかな。まあ砂でタスキ無視して行動保証ある程度消せること考えると、まあまあまあって感じだけど。で、こっちの裏考えると相手ステロは巻いて崩したいはずだよね。こいつから組んだったらサンダーから入って身軽を置くだけで勝つ試合なんだけど、サンダー引くしかないね一回。だから相手サンダーはそんな楽じゃないと思うよ。プレッシャーでポリッツの霊媚消せるしね、最悪。ここステロから来ると思う。さすがに。余裕あるから。熱湯から来てる。パワーはある。身代わりんごから入るか。まあ、ダイジェット考えるとあくびで一回流したいと思うけど。熱湯してるね。消えちゃう。
いやー、地震打ってくるかな。ネットをクイックターンでも、地震ないでしょ。ホエルとステロがまず確定で入ってて、ネットが入っててでしょ。クイックターンないんだったらこいつ使う意味別にないから。あー、S バなんだ、ここで。サイコあるかな。ただこの時点だとサンダーのダイジェットだいぶ通ってるから、ダイジェット押していいか。相手もダイマ切ってる。いやー、ドヒドヒ。いやー、ジェットだったらサンダーが生きるし、こいつが下級なら一発耐えてジェットジェットとかで、まあ、いい感じの試合展開できないかな。いやー。いや、これサイコとかから入ってこない。ドヒド引き見える場面だよね。それでエースバン投げてんだから。ちょ、ナックルから来い。ドヒド読みで。一番ザコい技から。だからとにかく、1体取れればラグラージュは物の数ではないから。いや、ここドヒド引いて、必死打ちに行くのが、あー、それは強いな。それは世界一強いな。どんぐらい入るかな。あ、そんなもんならまだいいね。ラグラージに一回投げて羽ができれば十分だから。え、玉エスバでしょ。こいつ削れるから。オッケー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 。アタック。アタックあるならまあ、ない技があると思うけど。ちなみに相手サイコあるならここサイコ安定だね。ウォールしてから引くか。エスバのダイマターンからせればそれでいいし。下級。いや、これサイコないと思うけどな。で、ラグラージ有限だから、まあ、これでドヒド引いていいんじゃないかな。まあ、サイコある、いや、あるなら今のターン打ってるよな。最後サイコで押し続けて安定なわけだから。ないと思うけどね、下級今のところで押してんだったら。ナックルもそんでさすがにないでしょ。下級オッケー。一番安く済んだ。ちなみにこっから思念があると、結構ゲロいけど。で、エースバンチビになって、こっからボルトロス出てくんのがめんどくさいか。ネットで焼くの狙った方がいいかな。引いた。まあ、ラグなら多分ボルトロスいないと思ってよくて、ラグラージー。これ焼くと美味しいんだよな、ここも。オッケー。これで地震も怖くない。めちゃくちゃ都合よく進んでるな。まあ必死でいいね。で、ステローマックかな。ネット打ってくる。サンダーの厚底物読まれてる？だからこれで相手ダイマないから、アーゴヨンはバンギで間に合うし。で、そうじゃな、いなければ全員毒入るから、やばいの、ボルトロスぐらいなんだけど。ポリッちゃんはめんどくさいね、割と。必死もっかい負けるなら巻いてもいいか。POD で負けるパターンケアでき、オッケー。次の、明日の動画で2000ぐらい行きたいね。じゃあ、GG。